あなたの私を見た時の第一印象は何でしたか？多分車椅子の人だと思います。そりゃそうです。私の見た目の中で一番インパクトのあるところだと思います。でもこの話が終わった後にあなたが私に抱く印象はきっと全然違うものだと思います。今日はそれを楽しみに聞いていただけると嬉しいです。5年前、私の人生はどん底に落ちました。エンテロウイルスというウイルス性の脊髄炎にかかり、歩くことができなくなったのです。私は小学校2年生の頃から父の仕事の関係で東南アジアにあるベトナムという国に住んでいました。そこでの日々は本当に楽しくて毎日が輝いていました。しかし中学校1年生の10月1日のことです。朝起きた時から下半身に猛烈な痛みが襲いました。今考えるとあの痛みのまま中学校に行こうとした自分が怖いですが、皆勤賞を私は狙っていたのでなんとか我慢して学校まで行きました。1時間目、私のクラスは授業の時間を使って3階のホールで遊ぶことになりました。朝からどん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 痛みは増し、なんとか私は手を使って階段を上がりました。授業が終わる頃、ついに耐えきれなくなった私はその場に倒れたのです。担任の先生が保健室まで運んでくださり、そのまま現地の病院に救急車で向かいました。しかしその病院にいるままでは検査ができないので、急遽隣国のタイに行くことが決まりました。結果的にタイで1ヶ月ほど過ごした私ですが、その時はできるだけ早くベトナムに戻りたいというふうに思っていました。心配して LINE をくれた友達にも大丈夫だよというふうに気丈に返事をしていました。その時は事の重大性を何も理解していなかったのです。病院ではウイルス性だけど悪性じゃないからまた歩けるようになるよというふうなことを言われていました。当時の私はなんですぐに治らないんだと苛立っていました。結局ベトナムに帰ることなく、11月頃日本に帰国した私は京都の病院に再入院しました。ここでは全力ダッシュとかは厳しいかもしれないけどランニングくらいならできるようになるよと医師から言われた記憶があります。病院でのリハビリが始まってからはなんだかタイにいる時のリハビリとは違うなと思っていました。そこでも1ヶ月ほど過ごした後、大阪にあるリハビリに強い病院に転院することが決まりました。私はもう一度歩けるようになるためにリハビリを強化するのかと意気揚々としていました。しかし現実はそんなに甘いものではありませんでした。そこでのリハビリはタイで行っていたものとは大きく違いました。タイでは歩くためのリハビリをしている感覚だったのですが、そこで行ったのは京都の病院で行ったものに近く、靴を履く練習や手の力で段差を上がる練習など、そんな練習が多かったです。私は理解したくなかっただけで、きっと分かっていたんだと思います。これが再び歩くためのリハビリではなく、車椅子生活を送れるようになるためのリハビリだということを。もやもやした気持ちが続く中、転院した12月からいつの間にか2ヶ月も月日は流れていました。2月3日、忘れもしません。私に宣告が下されました。現代の医療技術ではもう一度歩けるようにはならない、医学の発展を待ちましょう、そんなことを言われました。先に泣いたのは一緒に話を聞いていた母でした。私は驚いたようで、実は心の中でうすうす気づいていたことを言語化された気がしました。泣いたのは母が泣いた何分か何秒か後でした。それから今まで5年と2ヶ月、随分と長かったように感じます。暗い気持ちにさせてすみません。今日はそんな人生真っ逆さまに落ちた私が見つけた自分の殻を打ち破る方法
についてお話しします。中学校2年生の時、退院した私は立命館宇治中学校に入学しました。今では立命館宇治が大好きな私ですが、その当時は学校に行きたくなくて仕方がなかったです。親に車で送迎してもらっているのですが、学校近くのコンビニを見ると毎朝動悸がするくらいには学校に行きたくなかったです。学校に行くどころか生きているのさえ嫌で、でも死にたくはなくて、毎日砂のように消えてなくなることはできないかと思っていました。けれど一度行くのをやめてしまえばもう学校に行けなくなると思った私は、辛い中何とか通い続けていました。学校に通い続けられたのは、学校の先生方や家族、立命館宇治の優しいみんなのおかげです。例えば何人かの友達が毎朝学校の駐車場まで来て私を迎えに来てくれたことがありました。おかげで教室まで向かう心の余裕がすごく生まれました。できることがあれば何でも言って、先生からも友達からも何度も言われた温かい言葉です。思えばいつも私の周りはみんなの細やかな気遣いであふれていました。支えてくれたすべての人にはいくら感謝しても足りません。なんとか学校に慣れてきたかなと思い始めた中2の11月、また別の病気にかかってしまいました。 IgA 血管炎という病気で、エンテロウイルス脊髄炎とは何の関係もないそうです。せっかく頑張っていたこれまでの自分をもう一度叩き潰されたような感覚がしました。なんで自分がそんなことを飽きるほど考えました。どん底から抜け出しそうになった私を別の病気がもう一度そこまで落としていったのです。でもそんな時も応援メッセージをくれたり連絡を取ってくれたりする学校の先生や友達は私の心の支えでした。3年生になる4月から医師からの登校許可が下り、もう一度学校生活がスタートしました。これは2年生の頃から感じていたことですが、学校のみんなは部活などに加え勉強に加えてもう一つ何かを一生懸命頑張っているなと思い、それを私は身近で見ていました。それと同時に、勉強さえまともにできない自分は何なんだ、自分には何もないと思うようになりました。自分も頑張ってみようと思った最初のきっかけでした。みんなに追いつきたかった私は、3年生の最初の中間テストまで本気で勉強することにしました。加えて英検や漢検など検定も何度も受験しました。全部みんなに追いつくためです。努力が実った1学期の中間テスト、それまで学校の先生に中の中と言われていた私がなんと学年トップ10に食い込みました。少しだけ自分の存在価値を感じることができた瞬間でした。でもまだまだこれじゃダメだという気持ちもありました。周りのみんなは勉強をこなしつつ、もう一つ部活など別の何かに全力投球していたからです。あれ、勉強なんて頑張って当たり前なんじゃないか、勉強しかできないなんて自分は面白くないやつ、そんなふうに思っていました。勉強以外に何か頑張ってみたい、でも自分がいることで誰かに迷惑はかけたくない、でもやっぱりやってみたい、歩けない自分を言い訳にして負の連鎖に陥っていた自分がいました。今ではあの頃挑戦を拒み続けた自分に腹が立ちます。私の学校には海外に行って国際会議やワークショップ、ボランティア活動などに参加できるチャンスがゴロゴロ転がっています。けれどそんな中、興味はありつつも言い訳を繰り返して私は変わることができませんでした。そんな困難のうちに中学校生活が終わってしまいました。立命館宇治高校に進学した私は4月に決断を迫られます。それはスチューデントアンバサダーという学校のボランティアに参加するかどうかというものでした。そしてふと思いました。死ぬ時にどう思って死にたいか、でも死ぬ時のことを考えて行動するみたいなのってすごく難しいですよね。そこでもっと簡単に判断ができる自伝のアイディアを思いつきました。
それが自分が死ぬ前に自伝を書き残すなら何を書きたいかです。面白いことが書きたい。自分の人生が本になった時に面白くなるような生き方がしたい。そう思いました。極論で動いてやろうと思いました。そんな決断でスチューデントアンバサダーになることを決めた私は、2年連続で優秀賞をもらえるくらいアンバサダー活動を楽しく行いました。勉強以外に何か頑張れることを見つけることができ、自分の存在価値がより高まったような気がしました。そして高校2年生の11月、私の人生の中で最も大きく怖い決断がやってきました。それは生徒会長に立候補するかというものでした。対立候補がいるということはすでに分かっていましたし、何より車椅子というハンデがあると役割を全うできないのではないかという心配もありました。当時は周りの目もすごく怖かったです。立候補受付が終了するギリギリまで悩みましたが、自分が死ぬ時に自伝を書くなら何を書きたいかという判断基準を思い出しました。その基準で考えると、もし選挙に負けても挑戦しなかったよりも面白い事実が書ける。それに車椅子の生徒会長って面白いと思いませんか？そう考えると立候補への決心がつきました。結果、生徒会長に選ばれたのは私でした。ここで学校でのみんなの私へのイメージは車椅子の人から生徒会長へと一気に変わったのです。生徒会長として頑張ろうと意気込んでいた私を襲ったのはコロナウイルスでした。掃除を読む予定だった先輩の卒業式には出席禁止、学校にも行けず実施したいプロジェクトの夢が音を立てて崩れていきました。それでも私はコロナ禍で最大限の努力を尽くしてきました。例年5月開催の体育祭は延期になっており、9月の文化祭も怪しかったです。しかし私の学校は体育祭や文化祭への思いが人一倍強い人が多く、そこが輝ける場所である人もたくさんいます。そのためどちらも中止にせず、できるだけ例年の規模を縮小させないように行いました。最大限生徒の気持ちに寄り添えたということは本当に良かったと思っています。周りの学校がどんどんオンライン開催などに変更していく中、怖さもありましたが、どちらも生徒に楽しんでもらえるイベントにできたことは生徒会執行部として本当に大きな功績だと思っています。生徒会長以外にも、自分が死ぬ前に自伝を書き残すなら何を書きたいかという判断基準が持てた私は、これまでの自分だったら絶対にしていない決断を多くしてきました。ここまで聞くと、この判断基準を持って行動できている私は何でもうまくいっているように見えますが、実はそんなことはありません。コロナの影響で学校に行けない日が続いていた時、まだ一度も学校に通えていない1年生たちのために何かできないかと友達と話し合っていました。そこで私とその友達で先輩にオンラインで質問ができるイベントを開くことにしました。何度もその友達と相談し、案を練り、先生からの協力を仰ぎ、プレゼンテーションやポスター、当日の流れまで考えて準備万端で挑んだそのイベントには、なんと参加者が一人もいませんでした。とてつもないショックでした。自分が死ぬ前に自伝を書き残すなら何を書きたいかという判断基準に従って行動したところ、大失敗したわけです。でも私はやってよかったと思っています。これっぽっちも後悔はないんです。やらないで終わると、自伝にはやらなかった、それしか書けません。やって失敗する。これならそれまでの経緯や自分の気持ち、失敗した原因などいくらでも書くことができます。やらないで終わるより、やって失敗する方がずっとずっといいのです。そして、この大失敗を大いに反省した私は、今別のオンラインプロジェクトを行っています。コロナ禍で留学がしにくくなった今、オンラインで海外の学生とつながろうというものです。まさかの参加者ゼロという失敗から学んで、
生徒がどうやったら参加してくれるか考え抜きました。結果30人以上の生徒で交流を行うことができました。しかしそこでも新たな失敗が起こります。日本人参加者20人近くに対して一つの教室しか設けていなかったため、ハウリングの嵐、隣の人の声が映り込む、画面が固まるなど、てんやわんやなイベントでした。でもこの失敗も私は事前に書いてやろうと思っています。この失敗に後悔などありません。そして今この失敗を生かして第2回の開催も計画中です。最後に、今の私を5年前の絶望した私が見たら、歩けるようになる目処がついたのなんて本気で聞いてしまうと思います。それくらい私は今人生を楽しんでいます。どん底に落ちてもう這い上がれないと思っていました。けれどそれを乗り越えていろいろなことに挑戦し、アクションを起こし続けてきました。そしてこれからもアクションを起こしていきたいし、生き生きとした姿を周りに見せていきたいです。いつか自分が死ぬときに、自分の歩んできた人生が面白いものだったと思えるようにしたいのです。自分が死ぬ前に自伝を書き残すなら、何を書きたいかという判断基準を持って生きることができているなら、それが可能なはずです。何かを決断するとき、挑戦を恐れないとか変化を怖がらないとか、私はすごく難しいと思うんです。怖いものは怖いって思うことも多いんじゃないでしょうか。私はそういうタイプです。決断後の結果で変わることはあっても、決断をするその時に自分の性格をすぐに変えることってなかなか難しいと思うんです。怖くてやめようとすることもあるかもしれません。そんな時に、自分が死ぬ前に自伝を書き残すなら何を書きたいかという判断基準を持って考えてみてください。あなたの未来がもっと輝いたものになるきっかけになると思います。ありがとうございました。